んこんにちは。私は今お仕事でこちらバングラデシュに来ております。バングラデシュでの様子を Vlog にまとめましたので、皆さん最後までぜひご覧ください。どうぞ。今回私は日本で行われているとあるプロジェクトの一員として、それを皆様に発信してお伝えするっていう目的でバングラデシュに訪れております。動画の中でどういったプロジェクトなのかっていうのがだんだん見えてくると思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。で、私も最初また全然イメージが違ったんですけど、バングラデシュっていう国についての印象だったりイメージ、国の人々の性格とかも含めていろいろと見ていただきたいものがたくさんあるので、そこも含めて何か感じていただけると私は嬉しいです。はい、初日のコーディネート、機内コーデのご紹介をします。とにかく楽ちんにしました。トップスはイザベルマランの T シャツ。これ可愛くないですか？可愛い。最近めっちゃ可愛い、セールでゲットした、めっちゃお気に入りに、オーラリーのパンツにニューバランスのシューズで、バッグはジップがある。私結構ジップとかないのが多いからジップがあるものでヘリューにしました。これも新しいんですけどめっちゃお気に入りです。肩からかけれるし。で、キャップがイリス47のキャップ、ちょっとナイロン地で汚れても大丈夫ですよみたいな感じで、スウェットはまだあんま公開してないんですけど、ガジェスで今スウェットを作っている途中でして、いろいろサンプルを試行錯誤してるガジェススウェットを着ない用とかにいるなと思って持ってきました。今日のコーデはこんな感じです。ちょっと現地はまたコーデめっちゃ変わると思うので、今日は東京も歩くから東京を意識した感じにしました。満足度高いみたいなランキングがめっちゃ良さそうな空港なので楽しみたいと思うんですけど、今日は時間がないのでちゃちゃっと行きましょうか。はい、はい、いよいよお部屋に到着しました。インターコンチネンタルダッカなんですけど、めっちゃ綺麗ですね。ベッドも広くてこんな感じの見渡しで、外もね、ホテルのめっちゃ綺麗なエントランスが。で、何よりめちゃくちゃ綺麗だったのが洗面所ね。洗面所がすごくて、じゃーん。してただいまもう12時過ぎで、私の顔がもう大変なことになりそうなんですけど、なんとね、バイレードなんですよね。最高、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。しかもお風呂もめっちゃ可愛い。待って、やば、ボディウォッシュをバイレードだ。ちょっともう日本時間でいうともう4時近いくて、日本時間でいうと朝の何時かな、5時ぐらいに起きたのでめちゃくちゃ眠いので、今日はお休みしたいです。明日からも頑張ります。このグリーン好きなグリーンなんですけど、バスが涼しくて快適すぎて、うん、暑い。止まってるエスカレーターの方のってめっちゃ変な感じしますよね。で、ここの今の、シェイク・ハシナさんっていう首相がいるんですけど、それがここ作って企画したというか、はい、で、ここの各ショップに1人ずつ店員がおるんですよ。
だからなんか日本でいうフリマみたいな、なんかどっかから出てきて、これは私の地元から持ってきてますよみたいなのがいっぱいいるっていう。なるほど。はい、はいはい、これえ、これ3000円。マジで、はい、やばいね。日本やったらどんなもんや。え、これ10万ぐらいでしょ。うーん、これ差し込む、これやろう。30倍あー、手でやってるの、はいはい、手でやってるの。手が3000。3700円。全部これハンドってハンド。え、この裏がこのままだとしてもめちゃくちゃ安いですか。めちゃくちゃ安い。あとなんか今ここで見る派手さと家の中で見る派手さが違いそうすぎて。それあるよ。ありますね。今この場だとどんだけ派手でもいけそうな気がしちゃいますけど、これもいけそうだけど、これも可愛い。私なんかこういうちゃんとした布のやつがあったらなんか何にでもなりますもんね。なんかちょっと一旦隠したいとか、はいはい、ソファーの上に置いたりとかでも。でもなんかこちらからしたらもっとたくさん作ってほしい需要と仕事が欲しいっていう需要と、うん、でだから多分なんか今回のコンセプトの僕らも聞かせてもらって、これをやることで社会にも役立つよね、うん、そうですね。で日本もやっぱ可愛いから買ってくれるよねって言って、はい、みんなハッピー、みんなハッピー、はい、でしかもこれをそのままだと使い方多分日本人のこと分かんないから、それをじゃあ新しくデザインしてもらってってことですね、はい、すごいいいプロジェクトにいただいてるっていう実感今目の前にしたらめちゃくちゃ感じますね。やっぱりこの目にすると現地の方に説明していただいて余計どれ買おうかな。どっちでもいい。めっちゃ店が開き始めた。予定より1時間15分過ぎてやっとお店が開きました。なんかバッグとかも今あんま見えなかったですけど、こういうキラキラ系のとかあって、はい、こういうのとかもバングラデシュの特徴ではある、はい、こういうバッグとかに美術つけたりとかできます。やっぱ縫うっていうところがやっぱ強いんですよね。そう、結局手作業で、そうです、機械化、作業、そう、機械化されてるものって先進国の方がいい機械作れるから得意なんですよ、はい、じゃあね、週1回ぐらいだいたいスケジュールとか得意なんかちょうどいいゆとりじゃないですか。分かんないですけど、はい、これサイズいいですか。うん、なんかいいと思う。いいです。これえ、切れますよね。切れると思う、うん、これいくらですか、このホワイトビーズ。めちゃくちゃ柔らかい。あれちょっとこれやばいやろ。これちょっと同じピンク。いや、ピンクでほぼいい。ほぼいいや。ほぼいいよ。いっそこれ私のためかもしれない。いけるんじゃない。どうですか。だいたい月200万着出す。このキャンセル品だけで、いやすごい、それってます、ね、ビビりましたもん。めっちゃ普通のやつ、結構辛いやつ多いですよ。半額うどん食えへんやん、絶対。え、月1本っすよ。1本とハンバーガーですよ。ハッピーバースデーと僕と言うの。ハッピーバースデーチューム。ハッピーバースデーチューム。今川をなめす工場にやってまいりました。こんな感じで塩が。すごい川の匂いがめちゃくちゃレザーの匂いしますね。この辺。ね、でもなんか異臭とかじゃなくて本当にレザーの本質の香り。ゴキブリ感すごいね。すごい。すごいですね。カーテンみたいに。うわ、あれすごいな。これがファーストセット。まず殺された牛がここに来て、で塩振って、それがここに。そうですね。これは滑滑滑らか。でも一番
番最初に行くとあの K からここまで、そっか、今この生きてる中の工程を再生してここになってる。すごい。まあ牛が殺されてから川になるまでっていう流れを一通り見させていただいたんですけど、なんか私もブランドのバッグとか革小物とか普段大好きなので、なんかこの工程を踏まえた上でこうなっていくんだっていう、なんかいろんな感情になりましたね。でもすごいやっぱり完成されるまでの流れが、プロの工程がすごくて、いろんな加工まで一つの工場でしてて、ちょっとびっくりでした。なんかまあ人によっていろんな捉え方があるんだろうなっていう気はすごいするんですけど、やっぱそういう革製品を買う流れでこの工程は絶対に行われることなんだなってことを自分の目で確かめるっていうのは、今後自分が作る側としてでも買う側としてでもめちゃくちゃ大事な経験になりました。これ今いわゆる帰宅の時間なんで、仕事終わってみんな歩いて、で歩いてどっかバス行ったりとかする間にお店は稼ぎ時なんで売る、で家に今日じゃあ飯でも買うて帰ろうかみたいな、おかず買うて帰らないと主婦の仕事帰りのスーパーですね。なんかいい写真ですねって、なんかちょっとなんか言っていいのかなって思ってきちゃったんですけど、急に成長したねえ、なんかだって思いません？でもね、これで、ね、発信し誰かがしないといけないんですよ。あ、そっか、誰かがそれを言わない限り誰にも伝わらないから。なる、そっかそっか、そう、自分が目利きして正しいと思うことを伝えていくって。なるほど。日本より死ぬほど金持ちの国の人にめっちゃ満員電車の写真撮られて、うわめっちゃいい写真だねとか言われて、いや必死やねんけどみたいな、もう言うの、なんか複雑な感情です。カラーあるな、すごい。このお肉はヤギです。ヤギ、はい、でも思ってるより全然臭くない、多分全然大丈夫だと思います。これですね、ビリヤニ食べるって言ってたからね。はい。バングラの方は爪が長い女性はいない？いますよ。いるよね、なんか結構みんなしてるよね。あ、じゃあここの間に爪まく詰まっても、で手洗うんで、もうだから手洗った終わり。でもこうちゃんと手洗うように洗面台並んでるんで、確かに全部綺麗してるから、そっか、絶対手洗って、直前直後絶対手洗う。だからトイレ以上に手洗う場所が多い。でここの手洗いは真上にひねるのがあったけど、はい、他のところは2本で右でひねるじゃん、右手でしょ、左手の食べるか、こっち食べて料理の後に、なるほど、なるほど、なるほど、面白い。なんか食ったことある味やなと思ったら、はい、銀座にあるナイルレストランっていうカレー屋やってるんですよ。わかんないです。インド人がやってる。めっちゃ有名なカレー屋さん、似てると思って。でもインドやったらありえますね。そう翔平さんすごい、寝るんすよちゃんと手で。はい、そう、こう、ま、混ぜるんす。かっこいい男だ。で、こう、ガラスが、うん、すごい綺麗。で、この練り方ちょっと見てみて、この感じ。すごい、すごい。あ、でもアイドルで見たそのまま。また言うんですよ。なんかちょっとこう混ぜるんですよね、なんか指先で遊ぶみたいな。指先で遊ぶ。で、割とちょっと固めて一口大にして、押して食べる。日本語すべてを焼き尽くせ。ポーランド。ポーランド。オランダの足を。
シンだったりスチームアイロンだったりとか。この人めっちゃ早いよ、やばい、分かれ一枚このタクミシンコーティング早いですね。動きがすごい。はい。じゃあよろしくお願いします。コロナの真っ最中とコロナの後みたいなところでいろいろお話をお伺いしたいと思ってるんですけど、まずそのコロナがあったことによってどれぐらいのアパレルの発注数のキャンセル量に影響があったのか。どれだけキャンセルがされたのか。Amount, the figure is $40 billion. That is one month around close to $4 billion. 4000億円のキャンセルがあった、はい、っていうことですね。で、だからまあ今でいくと、まあ、そのまず彼が4000億円止まったっていうのは1ヶ月間、まあ、ロックダウンの原因ではあるんですけど、はい、1ヶ月間工場バングラディッシュ全体の工場が止まったっていうところで、はい、バングラディッシュが1ヶ月間出荷してる額が丸々止まってるというところだけでも4000億円のダメージがあったというような形ですね、はい、なるほど、はい、バングラディッシュだとそのやっぱりそのアパレル産業のところが大きいからその4000億っていうのはかなり大きく占めているっていうことで、そうですね、バングラディッシュの主要産業っていうのがやっぱアパレルなので、はい、やっぱりそれがじゃあバングラディッシュは国内でそれを、はいはい、アパレルを回してるんじゃなくて輸出ベースで流してるので、はい、その輸出、まあ、いわゆる工場で生産が止まるっていうのは結局それじゃトータルの打撃としては4000億円になったと彼は、まあ、いわゆる思っているというところです。そのコロナによって、労働者の方がどれだけ職を失ってしまっているのか、何人失ってしまったのかとか、いわゆる正式にやってるところっていうのは、政府からの援助とかも受けれたけど、なんでしょうね、ちっちゃかったりとか個人でやってるレベルだったりとかちゃんとした登録してないっていうところは結構そこで援助を受けれないからおそらくクローズしたと、多分彼としては100とか150とか、まあ、それぐらいの工場がクローズしたんじゃないか。でそれをまあ単純計算すると約70万人ぐらいが、おそらく職を失ったんじゃないのか、多分正式な数字っていうのは分からないんですけど、はいはい、まあ、彼としてはそれぐらい。すごい、ちょっとスリリングすぎて、ここ歩けるのすごいな。道路だもんね、本当は。え、道路？車道だもん。まあ、あんまそういう概念ないんかも。あ、そっかそっか、確かに。だってそもそも車道だったらこれ、お店やってる時点ですもんね。そもそも逆走してるし。確かに。すごいカラフル。すごい、ここ。最後はスラム街のご自宅で取材をするため一番過酷でハードな場所へ向かいました。まあ、しかも夜っていうこともあって空気感もかなりお昼とは違うように私には見えてしまって、今までで一番緊張しながら現地に向かっています。大丈夫ですか？行きます？やばやば臭くないですか？ちょっとあの僕ライト照らしますね、ちょっと携帯で。ありがとうございます。あ、足元気をつけてくださいね。足元気をつけて。最後に一応柔らかい。うわ、結構柔らかい。やばいやばい。怖ー、何踏むか分からん。怖い、めっちゃ。大丈夫、全然全然。仕事を失ってしまったことで自身だけじゃなくて家族に与えてしまった影響っていうのは何かありますか？子供だったりとか親だったりとか。その家も誰もご飯とかいるとか、うん、まああげられないし、はいはい、すごく大変だった。なるほど。だから家族でみんなで大変、一緒に大変だったみたいな感じ。そうですね、みんな同じみたい。みんな貧乏だからね、そんな金じゃ持ってないから、みんな同じ大体感じになってる。みんなの食事が減ったりとかっていうことが起こったってことですね。そうですね。後ろにいる子供たちはあなたのお子さんになるんですかね？どちらですね。あ、3人が子供たち。かわいい。はい。もじゃ
もじゃ。もじゃチョコレート。日本のお菓子。もじゃ。マロ。めっちゃ可愛い。映ってます。私の後ろ。今そのバングラデシュの中で、あのキャンセルがたくさん商品が出てしまったりとか、雇用を失ってしまったりとか、なんかそういった環境を救うために日本の有名なブランドと一緒にコラボを、プロジェクトを行って、その廃棄ロスを救ったりとか、アップサイクルで何かバングラデシュのお手伝いができないのかなっていうプロジェクトを今しようとしてるんですけど、それについてどう思われますか？バルーン。いや素晴らしいじゃないですか。みんなたちも助けてもらうとか、素晴らしいことをそういう言ってる。あんまり欲しい。やみんな嬉しい。あ、よかった。直接嬉しいって。そうですね。言っていただくと本人からこちらも頑張んなきゃってめっちゃ思います。じゃあこれで終わりになります。Thank you. Thank you so much.はい、本日がバングラの最終で、今6時54分とかでして、8時ぐらいにホテルを出るので、もう本当に最終の最終なんですけど、いやもう本当にすごい経験ができたなって思っていて、とにかくやばかったですよね。なんか何ですかね、簡単に言葉で言ってしまっていいのかなみたいなところもあるから、言葉に何ていう言葉を選んだらいいのかっていうのが難しいんですけど、とにかく今回バングラにご縁があってお仕事で来れたっていうのが、自分のためにめちゃくちゃなったなって思っていて、価値観がめちゃくちゃ変わりました。でも私割と、なんだろうな、ここに来るまではその SDGs だったりとか、こういう発展途上の国がこういう大変なことがあるとかも大変だなとかは思うんですけど、別にだからといってじゃあ自分が何か行動を起こそうとか、そういうことって思ってきたタイプではないんですよ。興味はあったけど、でなんなら興味がないところもあるし、でも、まあ、これを通して自分ができること、東京に帰って何をやっていこうとかっていうのがすごいはっきり見えて、まあ、それの一つが、私が何かめちゃくちゃ努力したからってバングラデシュの方の貧困がなくなるとかって簡単にできることではなくて、私個人で解決は絶対にできないわけであって、でもその現状っていうのが知らない人がたくさんいるところに、あの私が微力ですけど発信ができるところを持ってるから、そこで発信して皆さんに伝えていくっていうのが役割なんだなって改めて感じる出張になりました。なので今後もちょっとそういうところも視野に入れながら、いろいろ学んで、もっと学びたいなって純粋に思ったので、とても深く人生でもうないだろうなと思う出張バングラデシュの旅でした。はい、ありがとうございました。空港着きました。お疲れ様でした。いえ、お疲れ。お疲れ様でしたね。お疲れ。なんかもう寂しいです ね。だってもう、まあ、空港のチェックインまでしちゃったから、もうバングラの国の外に出ることはないですもんね。本当にね、なんかやっぱ最初は不安もいっぱいあったけどさ、めちゃくちゃ寂しいね。うん、本当に寂しい。やっぱ人が温かいっていうのが一番大きいですね、寂しい理由として。最後の最後のドライバーさんも優しかったし、ずっと喋ってたね。はい、結構喋りましたよね。結構喋った。通じてるか分かんないけど、通じてるか、でも通じてるか分かんないのに、私たちが英語片言なのに喋ろうとしてくれるその姿勢が嬉しかったですよね。4、50分ぐらいずっと喋ってたもんね。喋ってましたね。日本に帰っても、なんか日本に帰ってある程度、なんだろう、日にちが経つと感覚が薄れるじゃないですか。だからこの感情をできるだけ維持したいなって思いますよね。忘れそうになったらまたバングラに来ましょう。いましたね。でも前はもう来ないだろうと思ってたけど、来たいなっていう感情が芽生えた自分に驚きって感じです。マジで今回お世話になった現地の方もいらっしゃるし、
昨日の夜、なんと日本人の方がやってる居酒屋に夜行かせていただいて、普通に本当に純日本人の方で、昔バリバリ東京で仕事、東京じゃないか、日本で仕事をされてて、女性なんですけど、それで30年くらいもバングラデシュに住んでて、日本料理を居酒屋で出してるんですよ。で民宿もやってて、そこに行って知り合いってほどじゃないのかもしれないけど、なんか温かい場所が一つできたことも行きたいと思う理由の一つになりました。次来たらね、いつでも行ってって言ってくれてるもんね。だって今日もあんた泊まってたらええやん。マジで関西の方、関西弁喋る方なんで、もうなんかここどこみたいな感覚になりましたけど、まあそういう自分がバングラデシュに来る意味をちゃんと自分で見つけれるように、東京に帰って仕事を頑張るっていうのを目標にして私は頑張りたいと思いますので、まあ、皆さんもちょっとでもこの今回の動画を見て、バングラデシュってこういう街なんだとか、ね、こういう国なんだとか、今まで怖そうとか危なそうみたいなイメージだった方が、あ、こんなにも優しいんだとか、こう救いたいなみたいな気持ちとかちょっとでも知って感じていただけるだけで成長だと思うんで、それを私は願ってます。この動画を見てくださって、結構いろんな内容が詰まっててヘビーなところもあったと思うんですけど、たくさん見てくださってありがとうございました。